き続きせっかくの機会なので、メニューのリポートしたいと思います。まあこれ外せないトムヤムくんですよね。小さいので140バーツで、大きなあの お鍋というか入れ物に入ってくると170バーツ、グリーンカレー120バーツ、まあ、大体360円、1バーツ3円と計算するとそれぐらいですよね。でこういうもうね、あのワンプレートで済んじゃうようなお料理、これまあランチにはすごく手っ取り早くていいかなと思うんですけど、はい、そんなのもあるし、あのガパオも、これガパオですよね、日本でも人気の、なんと50バーツ、激安です。はい、まあ、いっぱいあるので、もうね辛くないメニュー本当にたくさんあるので、あのこういう屋台というか定食屋さんに抵抗がない方でしたら、お子さん連れてきてももう簡単に済ませられちゃうし、チャーハンなんかだと50バーツとかで食べられますからね、本当にいい穴場スポットですね。今日の、カオラク2日目のディナーは、トムヤムシーフード、美味しいですよね、もう見るからに美味しそうと、カイランナとクリスピーポークのオイスター炒めでいただきます。